皆さんこんにちは、小場翔です。今回もですね、会社で撮影しているんですけれども、スタッフがねお休みをいただいてますので、僕一人で撮影しております。今日のテーマなんですけれども、公立高校の男女別学は女性差別なのかということについてお話をしてみたいと思います。こちらですね、ヤフーニュースの記事になっておりますので、概要欄にリンクを貼っておきたいと思います。ちょっとね、記事を紹介した後に僕の意見を言うんですけど、今回ちょっとね、センシティブな話、その女性差別とかということも出てきているので、ちょっとね、できれば最後までご覧いただいた上で、もしねコメントとか書き込んでいただくのであれば、書き込んでいただきたいなというふうに思います。ちょっと記事だけを鵜呑みにせずお願いできればと思っております。ちょっと読んでいきますね。今年見直しが決まったものに、東京都立高校の男女別定員があると。男女別定員ですね、発音がおかしかったですね。もともとは男女の比率を同程度にするための措置だったとされるが、性別によって合格最低点に差があることを問題視する声が上がっていた。都立高は多くの場合、内申点と筆記試験の合計で合否が決まる。だいたい内申点が300、筆記試験が700ってことが多いですね。東京都の資料によると、2020年度入試で女子の合格最低点が男子を上回ったのは56校。点差は最大122点だった。1000分の122なんで、得点率で言ったら、12.2% ということで、かなりの差があるかなというふうに思いますね。よくね、一般的に、女子の方が内申点がいいというふうに言われたりしますけれども、122点も差があるとですね、ちょっと内申点の差だけで、これカバーできる話じゃないなっていうのは皆さんも認識いただいていると思うし、このニュース自体はですね、もうこのサブチャンネルで、そして2回か3回取り上げていますので、知っているという方が多いかなというふうに思います。はい、一方で、男子の最低点が上回ったのは18校、点差は最大204点だった。これもこれでね、男子の方が大幅にね、最低点が上回っている学校もなくはない。ただ56校と18校なんで、なんかちょっとこう女性に不利な風に見えているというところはあると思いますね。男女別の定員ではなかった場合、女子691人、男子95人が合格したとの試算があり、女子の方が影響を受けていることが明らかであるということですね。主に女性差別の問題として報じられてきた経緯がある。男女別定員は段階を踏んで廃止を目指すということなんですね。ここ自体はね、問題はないし、あと以前もね、動画で話しましたけれども、もちろん定員をね、なくすこと自体はいいんだけれども、それに付随してね、施設とか設備とか、その生徒さんが困らないようにね、そういうところにもね、きちんと、東京都かなが投資をして、きちんと学生生活をね、送れるようにしてほしいなというところが、僕の意見でございました。それはいいとして。で、実際ですね、この話題に関連して、弁護士 .com ニュースの LINE アカウントには、栃木県の男性教員から、北関東に多い公立高校の男女別学を問題視するメッセージが寄せられたということなんですね。女性差別につながっているため、こういった学校を共学化すべきだというということですね。実際ですね、以下からこの教員の意見を紹介したいということでございます。なお、全国的に男女別学は減っており、近年では福岡県で2003年度、宮城県で2010年度までに全ての県立高校が共学化しているそうでございます。ちょっと一瞬余談なんですけど、僕のね、出身地は埼玉県なんですけれども、埼玉県はですね、皆さんもしかしたら知ってるかもしれませんが、浦和高校っていうね、男子校が、東大合格者数なんかでいうと、一番多い、進学校という形になっています。一方で、女子はですね、浦和一条っていうね、学校がありまして、こちらがね、女子の、一番手というところになってくるのかなと思いますね。ただですね、他にも、大宮高校は共学ですね。そういった学校もあります。なので埼玉県はね、一応こう男女別学という、ね、形になるのかなと思うんですけれども、記事読んでいきたいと思います。北関東の栃木、群馬、埼玉では県立高校が共学だけでなく男女別学となっていることが多くあります。例えば栃木県の公立トップ校は男子校の宇都宮高校です。そうですね、宇都宮高校は男子高校ですね。女子の優秀層はどれだけ勉強ができても公立ナンバー2とされる宇都宮女子高校や共学の宇都宮東高校に入ることになります。これは男女差別ではないでしょうか。ここね、ちょっと後で言及させてください。はい。でもちろん偏差値が学校の全てではないし、男女別学には別学の良さがあるというものを理解はできます。しかし男女別学の男女差別の根深さを考えると、女子であるという理由で難易度の高い学校にチャレンジできない現状は、女子はこの程度で良いという誤ったメッセージを発してしまっていないでしょうか。はい。県立トップ校出身という肩書きは周囲からも一目置かれる存在です。そういう女性が増えることで女性差別も解消されていくと思うのですが、男女別学の県ではそうはなりづらい。また別学の事情を知らない県外の人からは単なる偏差値で高校を比較されがちです。学力的には合格できるのに女子だったために入れなかったという声を聞くことがあり、悲しい気持ちになります。確かに男子校の宇都宮高校の方が偏差値が高い現状からすれば、共学化しても当面は男子比率の方が高くなるでしょう。しかし教員として女子の能力が劣っていると感じたことはありません。はい。基本的には男女に関わらず良質な教育を目指すべきで、そうした機会や可能性が開かれることで女子の数も増えていくと思います。はい。現状は挑戦の機会がないことで女性の能力をスポイルしてしまっていると感じます。はい。等々が書いてあります。で、今回ちょっとここの意見非常にね、
まあ、センシティブな意見だなというふうに思ったんですけど、まずその東京都の問題というのはそもそも共学なんですよね。で、共学というところの中に男子と女子で定員があるために、本来学力的に言えば女子もうちょっと入れたじゃんと、男子で本当は受かってない人いたじゃんと、そうだったら女子にそのね学習の機会を与えないのは、まあ女性を差別しているというか平等じゃないよねって話だと思うんです。別にその女性を、その女性への門戸を開きたくないから男女別にしてて、定員をね別にしてて女性を抑圧していたというよりは、その定員というルールがあったから結果的に抑圧されてしまったということなんですね。だから僕としては別に女性差別というよりは男女平等じゃないという状況だったと思うんですよ。だから平等にするためにはその定員を撤廃して、まあ、とにかく、そのね、まあ、内申点、まあ、そもそも内申点僕いらないと思ってるんですけど、まあ、内申点と、まあ、学力ね300点700点とかで、まあ比べ、まあ、単純に比べればいいじゃんっていう話だと思うんですね。だからそれは別にいいと思うんですよ。ただ今回のこの主張なんですけど、そもそもその宇都宮高校、まあ、男子校なん、まあ、埼玉の、ね、浦和高校もそうなんですけど、その浦和高とか宇都宮高校に入れないということが、まあ、女性差別をしているのかというと、別に差別をしたいからそういうふうにしているわけではなくて、例えばね、こう歴史的なものを見たときに、まあ、その男子の学校は男子の学校、まあ、女子の学校は女子の学校っていう経緯があったと。はるかね、昔を言えば、まあ、確かにそのね、男子は社会に出て働いて、女性というのはですね、それなりの教育を受けて、まあ、家に入るみたいな文化が、まあ、それこそね、江戸時代か明治時代ぐらいですかね、とかからありましたから、まあ、そういう、こう文化的な背景っていうのは確かにあったんだと思います。まあ、なので、僕もですね、まあ、ここはね、僕は結論はイエスなんですよ。例えば、まあ、浦和高校とか、宇都宮高校とか、まあ、もともと男子校なんで、単純にね、じゃあ来年から女子入れればいいじゃんとはならないと思うんですね。その、さっき言ったように設備の問題とかもあるので、例えばね、僕、開成高校通ってまして、まあ、中学からね、高校までずっと男子しかいないんですよ。うん。で、まあ、私立高校、ね、私立中高なんで、まあ、そこに対して差別がどうこうっていうのは、僕は的外れだとは思うんですけれども、ただそもそもね、ああいう学校って、そのトイレがそもそも男子トイレしかないんですよね。女子トイレとかがこうフロアごとになかったりするんですよ。もちろんその教員必要とか、その来訪者のためとか、そういう方のためにその女子トイレがもちろんなくはないんですよ、当たり前なんですけど、ただ圧倒的に少なかったりするんですよ。ってなった時に、そういうところにこう女子生徒をいきなりバーンって入れても、トイレもないじゃんと、更衣室もないじゃんってことになるので、じゃあ来年とかね、今すぐやれっていうのは、まあ難しいと思います。ただ長期的な目線で見た時に、まあね、男子しか入れません、女子しか入れませんっていうのは、まあなくてもいいんじゃないかなという結論部分は、僕はね、賛同します、この意見に。ただその今やっていることが、その別学になっていることが女性差別なのかっていうと、まあ、ちょっと違うかなと思っていて、もちろん女性差別というのはね、とても良くないことなんだけれども、そういうなんかちょっとパワーワードを取り出して、で今の問題にちょっとぶつけて、ちょっとこう意見を過激にしているという、まあ、雰囲気を僕はどうしてもちょっと感じてしまうかなというふうに、この話自体は思いました。うん。で、ただね、この先生が言ってることも本当に事実もあって、例えば、その女子生徒を見ててね、その能力が劣っているなんて感じたことはないというふうに、まあおっしゃりますけど、まあ僕自身も受験屋さんなんでね、受験の勉強のことしか見てないけど、まあそれは全く同意なんですよね。女の子が勉強できなくて、男子が勉強できるみたいなことは感じたことは全くないですね。むしろなんか、もしかすると、女子の方が比較的その真面目な傾向があるので、成績伸びたりするケースも結構多いような印象が僕はありますね。うん。あとはその、やっぱり得意、不得意とかはあると思います。やっぱり一般的に男子の方が数学ができる率が高い。体感値ですけどね。で、女子の方が、まあ、英語とか、暗記科目とか、まあ、できる率が高い。っていう傾向は感じますけど、ただ、まあ、全然ね、理系の女子生徒さんとかもいるし、むしろ男子よりね、数学バリバリ、物理バリバリできるよって人も全然いるので、超一般的な傾向としては、まあね、得意不得意の科目ぐらいは言えるかもしれないけど、まあ、ただ、一人一人の生徒さんを見たときに、何の傾向もね、それはまあ、当てはまらないかなと僕は思います。なので、まあ、そういう観点で言うと、やっぱりね、その宇都宮高校なり、浦和高校なり、その難しい学校に、女子もね、入れるようにしていくっていうのは、まあ、公立高校であるのであれば、まあ、やっていって叱るべきなのかなとは思います。ただですね、最後ね、もう一個だけこの記事で気になったことを言うと、そのね、高校でなんか一目置かれるみたいなことが書いてあって、どうなるかなっていうふうに個人的には思いましたね。まあ、もちろんね、僕とかもね、YouTube やってるんでね、まあ、開成高校出身だよとか、まあまあ言ってますけど、まあ、社会に出てた時に別にね、高校の名前で、まあ、仕事をするってことはなくて、まあ、せいぜいね、新卒就活とか、まあ、20代半ばぐらいまでの転職の時には、卒業した大学を見られるということはあるかもしれませんけれども、まあ、高校でね、どうこうってことはないので、ちょっとまあ、まあ、これね、意見をおっしゃられたのが、まあ、もともと学校の先生っていうところで、まあ、少しね、そこにバイアスがあるのかもしれないですけれども、まあ、そこまでその、なんていうの、人に
に一目置かれるからどうこうみたいな、その学歴的なね、話というのは、まあ、当たってないのかなとは思います。まあ、ただ、やっぱり一般的に言えば、まあ、普通に考えれば偏差値高い学校の方が、よりね、ハイレベルなことをやってるっていうのは一般的ですし、そこにね、女子生徒が行く機会をもっと与えようぜ。少なくとも公立高校なんだよね。っていう話は、まあ、そこに関しては僕は納得するので、まあ、もしかしたらそういうところがどん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 増えてくるかもしれません。はい。まあ、ただ、一方でね、その OB とか、まあ、OG の人からすると、まあ、複雑な気持ちもあると思います。例えばね、男子校男子校の良さ、女子校女子校の良さがあるわけですよ。まあ、それは以前ね、他の動画でも話したんで、ここでは言いませんけれども、まあ、もちろんね、共学になることで、まあ、そういったものが、まあ、薄れていく部分もあるはあるわけですね。例えばやっぱり女子校であれば、こうなかなかね、男子がいると、こう前に出て行きにくいね、女子生徒の方がですね、どんどん前に行っていろんなリーダーシップを取ったりするっていう経験が、やっぱりよりね、もらえたりするわけですよ。やっぱりその男女のね、学校だと、別にこれは差別をしてるわけじゃないと思うんですけど、例えば運動会とか体育祭で、なんかね、応援団長とか、そのリーダーみたいなのやるときに、まあ最近はね、まあ女子生徒さんもガンガンやってらっしゃるみたいですけど、ただ、多分全国的に見て、単純に人数を比べれば、まだまだ男子の方が多いわけですよ。っていう意味では、例えばね、女子生徒さんからすると、まあ女子校でどんどん自分はね、リーダーシップ発揮していきたいと思う人もいるかもしれないしね。うん。まあなので、そういう、まあ、よし悪し的な部分はね、あるのかもしれません。まあ僕自身もね、開成高校行って、まあ良かったと思っているし、まあやっぱりね、思春期ね、やっぱ女子のね、こう目線の気に、男子は気にしてしまうので、まあそういう意味で言うと、まあ自由にやれるという意味でね、まあ男子校は男子校で、まあ良かったかなとも思っております。まあなのでね、まあもちろんその偏差値とか教育機会という意味で、まあやっぱり公立高校なんでね、まあそこはちょっと、女子もね、受け入れられないといけないし、逆にね、今女子校であるところも男子をね、受け入れられたらいいなというふうに思いますけれども、まあただね、そういった部分だけじゃない部分もあるのかなとは思います。まあ私立に関してはね、うん。まあただ、まあさっきも、繰り返しちゃって申し訳ないんですけど、まあ公立に関してはね、まあただそんなこと言ってる場合じゃないですよね。多分ね、もう伝統がどうとか、まあ、そういったことよりもですね、やっぱり男性は男性、女性は女性って、まあ、分けるだけじゃなくて、まあ、一緒にね、勉強していく、ね、男子が何人、女子が何人でもいいじゃないかというふうにね、まあ、環境を整えていく必要があるのかなというふうに思います。はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。